はい、えー。皆さんおはようございます、えー。46日チャレンジの8日目に入ってまいりました。行政手続き法完全制覇ということでやらして。 いただいております。手続き法の条文を解説しつつ、実は私が伝えたいのは、この行政法という学問がいかに身近で、そして興味深いと言いますか、あ実社会に影響力がいかにあるのか、のでそんなことがですね、だん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 とですね、感じ取れてくれば、まあ46日間もありますからね、感じ取っていただいたらいいかななんて思うんですけれども、結構ですね、あのー、反響があって、 で、行政書士の先生とか、司法書士の先生とか、それこそ弁護士の先生とかからですね、あの、メッセージをいただいて、いやー、これ、行政法、実はなんかあんまり、こう、苦手だったんだけれども、好きって思ったことなかったんですけど、お世辞抜きで、行政法、ちょっと興味が出てきました、ってね。 あの、もう実務やられてる先生とかから、あの、メッセージいただいて、これ嬉しいですね。あの、私の今回のその動画の思いとしても、行政法っていうのが、ええー、まあ本当に、ちょっと好きになっていただくというか、お、面白くないこれみたいな。うん。いや、これもっと深く勉強してみたい。そんな風に思っていただけたら、もう最高ですね。最高です。 実際にあの、業務やり始めたりとかすると、そうやって学問に立ち返る機会というのが少なくなっちゃう人って多いと思うんですよね。どうしても事務所運営回さなきゃいけないとか営業しなきゃいけないとかなりがちなんですけれども、やっぱりね、こういう勉強するちょっとアカデミックなね、時間っていうのはすごくいいもんですよねえ。続けていただきたいななんていうふうに思っております。じゃあ今日はですね、8日目ということになりますので、行政手続き法の第8条。 こちらを見ていくことにしましょう。えー、前回から、あ、この申請、まあ前回までのところでですね、申請に対する処分、えー、申請をして、許認可申請をして、許可処分とか不許可処分が出ると、不許可処分のことを、この行政手続法では拒否処分という言い方をしていましたよね。 この申請に対する処分、これが5条から11条までかけて出てきます。5条、審査基準、6条、標準処理期間、そして第7条がですね、申請に対する応答ということで、えー、昨日勉強してきました。第8条は、申請をして、で、役所で審査をします。行政庁の方で審査をした上で、えー、許可処分にするか、不許可処分にするかという話になるんですが、 とりわけですね、不許可処分をするときに、理由も教えてくれるという話があります、えー。不許可処分、なぜ不許可処分になったのかという理由を知りたいですよね。 で、その理由がわからないと、我々としてもですね、じゃあそこを修正すれば今度は許可が取れるのかなとか、あるいは、いや、この理由をもってですね、この処分はおかしいだろうっていうふうに思った場合はですね、処分の取り消し訴訟とか、あすることができたりとかするわけですよ。あるいはね、行政不服申し立て、審査請求なんかをすることができたりするんですけれども、やっぱりね、その理由がわからないとできない。ということで、第8条のところ、ざっくり言います。ざっくり言いますが、 拒否処処分分不許可ををする場合っていいいうのは理由を同時に示さないといけませんよこの同時っていうのが大事ですね。同時っていうのが大事です。なんでかっていうと、あの、後出しでいいっていうことになると、とりあえず不許可処分がバンって出て、で、それで文句言った人にだけですね、えー、じゃあ理由を教えてやるよっていう、そういう態度は良くないですね。 やはりですね、これあの、また14条で不利益処分のところでもですね、同じように、えー、理由の提示っていうのが出てきます、えー。第14条と8条は最終的に比較をしないといけないんですが、その比較については、第14条を説明するときにです,ですね、お話をします。そして、第14条をやるときには、必ずやっぱり判例でですね、えー、重要な文言があったりとかするので、そういった話していくんですけれども、 理由の提示っていうのはね、理由の提示っていうのは、やっぱりその理由を出すことによって行政はですね、えー、慎重な判断をするだろうっていう、そういう趣旨がですね、この第8条の方にもあるんですよ。 要するに、不許可処分をむやみにですね、裁量で、えー、行政が出すってなっちゃうと、我々としては、えーってなっちゃいますから、だから慎重に、えー、判断していただくためにも、公正に判断していただくためにも、理由を提示してもらうと。 いうことなんですね。で、この第8条の条文、ちょっと見ていきましょう。前段なんて書いてあるかっていうと、行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に当該処分の理由を示さなければいけない。同時に処分の理由を示さなければいけない。と、こういうふうに書いてあります。ただし、 法令に定められた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって当該申請がこれらに適合しないことが申請書の 記載または添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは申請者の求めがあったときにこれを示せば足りるっていうのが講談で書いてあるんですね。第1項、8条の第1項の公談で書いてあります。8条の第1項の公談で書いてあることっていうのが 最初ちょっと読みづらいと思うんですけれども、数量的指標とか客観的指標っていうのはどういうことかって言いますと、例えばですけれども、そうですね、えー、まあ、あの、許認可のね、要件とかで、うん、この許可を取る場合は、その法人の純資産がですね、500万円ないと、これは許可出せませんよ、とかですね。このような場合っていうのは、 500万円っていうふうに書いてあるわけじゃないですか。もう許認化の要件として、純資産で500万円えなければいけませんよと。こういうふうに言ってるわけです。数量で示していますよね。こういうのを数量的指標っていうふうに言います。 で、こういうふうに示しているのにもかかわらず、申請書で400万のね、その純資産しかありませんよっていう、そういう書類を持っていって出したところで、役所としては、いやいやいや、足りてないかなと、500万言うとるやんけってなりますから、 まあ、普通は窓口ではねられるから拒否処分まで行かないんだけれども、その、要するにですね、あの、申請をする段階で、いや、あの、すいません、足りてませんよ、ということで、なっちゃうんですけど、ただ、一応ね、第7条でお話ししたように、 その、申請したら、一応その審査を開始しなければいけないというふうになっているんですけど、ただね、あの、利便性考えると、窓口であの指摘していただいた方がですね、え、これ、こっちとしても都合がいいということもあって、まあなかなかそういうことにはならないんだけれども、ただここで言ってるのは、そうやって数量的指標とか客観的なね、指標があって、基準があって、基準があって、それをもう明らかに満たしてないというような場合というのは、 この場合というのは、もう、わかるじゃないですか。だって審査基準とか出してるんだから。で、自分でわかるよと。それをもういちいちその理由を示さなきゃいけないってなっちゃうと、もう役所も大変ですからね。なので、それに関しては、あの、向こう、まあ、その申請者がですね、なんで不許可になったんですかって。聞いてきた場合に、いやいや、だから500万言うとるやんけど、400万だから、だから、不許可になったんですよ。 これは、えーあ、あくまで聞いてきたら答えればいいというふうになっているわけですね。これを示せば足りるというふうになっているということになります。例えばですけれども、うんと、そうですね、えー、タバコ販売の許可なんかに関してですけれども、タバコ小売り販売許可とかに関しては、 例えば、政令指定都市の繁華街に、その、タバコを売る小売販売所、これをですね、設けるような場合というのは、25メートルですね、距離を開けなきゃいけないという、そういう距離,き距離制限とかあったりするんですね。距離制限規定とかって、あの、薬事法の距離制限規定とかですね、公衆浴場の距離制限規定とか、まあそういうの憲法で勉強すると思うんですけど、距離制限ってね、まあ実際あるものはあるんですよ。で、 例えば、タバコの小売り販売の許可に関して、で、25メーターの要件があって、で、実際の申請では、 これ25メートル以上離れてるというふうに思って申請書を作って出したら、役所がちゃんと調査したところ、いや、これ25メートル離れてませんね、ということで不許可になったとします。この場合というのは、申請時は、えー、25メートル確保できているというふうに思ってですね、で、そういう書類を作って出したわけです。これは、これは、 えー、明らかに足りてなかったわけではなくて、役所の調査によって判明したわけですね。こういう場合というのは、ここで言うところの、公談で言うところの数量的指標とかに明らかに満たないという話では実はないということになるので、えー、理由をちゃんと出さないといけないんですね。OK ですか だから、例えば、純資産で500万だったのに、まあ、明らかに400万で出してるとか、そういうような場合には、あまあ、理由をですね、えー、まあ、ある意味後出しで、まあ、聞かれたら答えればいいというふうに書いてあるのが、8条第1項ということになります。8条の第2項には何が書いてあるかというと、この処分を書面でする場合には、同項の理由は書面により示すと。いうことで、これも大事なんですね。実は、 結構ね、多くの法律では、処分をして、で、そして理由を示したりとかするときに、理由は書面で出さなければいけないって、そもそも書いてあることってあったりするんですけども、行政手続法は書いてないんですよ。行政手続法はあくまで、理由に関して、えー、理由、まあ、処分も、この理由に関しても、口頭ですることを、 これもあり得ると。書面でも口頭でもいいですよというのが前提にはなってます。前提にはなってます。ただし、第2項で言ってるのは、処分を書面でしているにもかかわらず、理由だけ口頭というのはダメですよと。だって、処分は、不許可処分ってね、書面で来てて、で、それで、 いや、これ理由書いてないんですけど、あ、じゃあ理由は口頭で教えてやるよって言われたらですね、腹立ちますよね。いやいや、理由も書面で出してくださいよと。やっぱそれは一つの証拠になりますしね。ちょっと口頭ではやめてくださいよ、なんていうことになります。 条文上の書き方を覚えておいてください。まあ、口頭で処分するとか、口頭でえ理由を示すってことはなかなかないわけですけれども、この許認会においてですね、えー。基本的にはあまりないわけですけれども、えー、実際に条文はどうなってるかっていうと、お書面でやることは前提にしていません。 ただし、処分を書面でやるのにえ、理由を書面じゃなくて口頭でやるというのはダメですよ。処分は書面でやったら、理由も書面でやりますよ。えこんなことが八条の第二項で書かれているということになります。はい。ということで、今日も、もうちょい喋り足りないというのがまだあるんですが、まあ、時間でございますのでえ、ここで終わりにさせていただきたいと。 思います。あの、また後編をですね、ちょっと作っておりますので、えー、後編の方、えー、私のちょっとチャンネルの方で、えー、出させていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。あの、別になんかそのチャンネルの登録者数を稼ぐためにやってるとかじゃないんですよ。本当にあの、単純にあの、時間がですね、若干オーバーしてて、 えー、ちょっと怒られそうなんで、えー、後編にしたいという、えー、そういう感じでございます。よろしくお願いします。あとですね、私はあの、ツイッターの方で、あの、ツイキャスでやってるんですよ。音声配信。これ水曜日の10時から、まあ、ただね、あの仕事の終わり具合によって、11時ぐらいになっちゃうこともあるんですけども、えー、10時からあー、一応毎週、 やっていて、あれはね、本当にフランクに、えー、こういう真面目な話というよりかは、結構ふざけた話もしたりとか、えー、ちょっとお酒飲みながら話しちゃったりとかしてるんですけど、あれ本当にね、フランクに質問とかができるんですよ。質問というか、なんかあの、コメントとかどんどん残せるので、もしね、あの、これ見られてて、その、ちょっとツイキャス見てみようなんていう方、あの、ツイッターとか、あの、Facebook とかからも、あの、ログインできるんですけれども、えー、やってみてほしいなと思います。あの、私の単純な音声の配信で、ラジオ配信だと思ってください。ラジオ配信に皆さんとコメント コメントが入れられらるとでそのコメントに対して答える形でですね、私がちょっとお酒飲みながらですね、あのしゃべるっていうのがありますんで、もしよかったら、あのそんなのも見ていただければと思います。はい、じゃあ今日はここまでにします。お疲れ様でした。